为社会要求啊干杯マニア暑いわ今日太陽さんさんご苦労さんあどうしたんこの車 U2 に小柄な車が展示してあるわかっこええねどっかな人が乗ってきとんじゃろうかねほんまあどうもどうも奥さんこんにちは天気がいいねソーラーパワー全開あれどうだっけうちが乗ってきたんよなんなんこの車これトミカエラ WZ いう知らんのでどうしたんなんで奥さんわざわざこの車を展示しとんここへそれあんた U2 に来とるけこの車が一番似合う思うって展示させてもらったんじゃいやいや U2 って自転車乗る人が楽しめるとこなんじゃろほうよじゃけえトミカエラ WZ なんじゃがこの車の内容知らんのじゃろただのオープンカーじゃないはあ奥さんトミカエラ WZ のこと知らんのじゃね教えてあげやこの車ね屋根がないよでな横の窓もなけりゃにゃエアコンもないんじゃっけすげえかるよもうまさにね自転車と一緒よ四輪なんじゃけど二輪みたいなもんよは四輪じゃけど二輪のようなスポーツカーでオープンカーなじゃったら自転車で来たらええんじゃないはあそれがね奥さんこれもう一つ秘密があるんよこれ、ね、電気自動車なんや電気自動車これ電気自動車なだったら奥さんもうパナソニックの電動自転車でええんじゃないそこが粋なんじゃがトミカエラ WZ で奥さんこの車乗って何しに来たん U2 にうちねこの U2 の中のねうちベーカリーのカレーパンが好きなんよまあ美味しいよこのカレーパン見てみんしゃいこれ2個しか買わんのにこの紙袋にも入れてくれてカレーパン焦がないよえいろしとろ夏にはカレーじゃね男はカレー食わにゃねだって奥さんカレー食うにゃね言って奥さんは男なんね何よ奥さんうち男のわけないじゃんでもねなんかね最近ねすね毛が濃いなってきたようちどうなってくんだろうかこれから怖いわすね毛よりそのひげがおっさんなんじゃけど